基本的にはいつもカレーを作ってます。おお、今岡山でカレー屋さんを開くために。おお、皆さん聞きましたか、バジフーズは、バジフーズは、バジフーズ今カレー売ってるんでね。お前バイク使ってなんか裏で話してたの違うじゃん、もっと面白いやつあったじゃん、さっき裏で話してた。出していこうよ。いや、まあ、某カレー屋さんでちょっと働かせてもらってて、今勉強してるってことね、はい、この間は玉ねぎを4時間ぐらい切ってました。いや素晴らしい、ナイスケンジケンジちゃんといらっしゃいませ言います。はい、ちょっと練習しよう。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。大事ですね。行列大事です。開店の日行列。こんだけ皆さん来てくれる。こんだけの人数が来たら。来たらさばける？まあ、椎名くん雇うんで。じゃあ俺やります。オープンだけ。オープン。お願いします。いらっしゃいませ。よっ。どうですか？採用。ありがとうございます。まだあれですね。人気ありますね、僕。すごいですね。そうでしょう。いや、まあ、まず花束。じゃあ、お疲れ様でした。ちょっと玉ねぎ臭いな。行ってから来た。マジアル何年？マイク、11年です。11年ね。僕10年抜かれてる。抜かれた。え、試合出場何試合？240ちょい。いやすごい、32なんですよ。抜かれてる。サンさんよく調べましたね。準備してるな、これは。長い間応援してくれたサポーターの皆さんなんで、久しぶりに会えてすごい嬉しかったです。やっぱ怪我も続いて、自分の中でそのプロでやっていくパフォーマンスがその長い間出せてないなっていうのがあって、それで引退を決断しました。もうずっとカレーが、はい、好きだったんでっていうシンプルな理由です。はい、サッカーを応援しつつカレーを作りながら、そうっす、岡山の方にそう、まあ、まあ美味しいカレーとまあ、居心地いい空間っていうのを作れるように頑張っていきたいです。もう印象に残ってるし、すごい嬉しかったのは初ゴールの時の草津戦なので、嬉しさとかそういうサポーターの声援とか思い出しましたね。まあ、長くお世話になったクラブですし、すごい大好きなクラブなので、まあ、これからまあ、まあサポーターとして応援していきたいなっていう気持ちであります。まあ、去年プレーオフまで行って、今年もまあメンバーも残ってて、さらに新しいパワーも加わってくれているんで、まあ当然 J1 昇格1位2位以内できるように、はい、頑張ってほしいですね。大丈夫ですか。はい、ではこれで終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。